トマダです。はい、今回ですけども、話題のドライバー打ち比べシリーズということで、はい、ヘッドスピード41と45のアマチュア2人がアマチュアのためにやる下動画でございます。はい、今回はですね、ちょっと1回動画出したんだけど、はい、あんまうまく打てなかった、あんまり進化を正直感じなかった。なんかいや変わった感じはあるんだけど、すげえというのは正直そんな感動までは覚えなかった、音は変わったよね。そうだね、 LST のね、あのね、ちょっと作りとかも変わったからね。と、はい、いうことで今回はこちらのドライバー、はい、じゃじゃん、はい、G430、それをなんとねこちらモデルと名機シリーズ、名機のこの間に1個あるけど、あんまりね良くなかったという評判なんで、が間に入ってんだけど、はい、あんまなんか良くなかったということで、410と430、このね超コスパ対決、はい、2世代前なんで、これでいいってなったらもうこれで買える人もいるじゃない、はい、まだこれ使ってる人結構いるから、ね、でも本当にそんな1人伸びたのかなって、新しい方がさ、結構言われてるじゃん。そうなの、飛距離伸びたって言われてるんじゃん。あ、伸びたって言われてるよね、評価はめっちゃ高い。本当に伸びたのかなってちょっと疑問だよね、正直。だからアマチュアがしっかりね、はい、GC クワットを使って計測した時に数字で出ますから、ね、そう、どこまで変わるか、はい、これがね、リアルガチだから、リアルガチシダルでいきます。みんなね、あのシダル TV とか見て、はい、あのやっぱこれすげえってなって、はいはい、ここがリアルだから、はい、リアルな世界はこっちですからね、はい、ということでシャフトは今回スリーブ同じなんで、はい、僕が、この410についてる昔のアルタ JCB、はい、で畑山はこれについてる新しい方のね、そうツアーの65じゃない、まあいいです、はい、これで、はい、同じシャフトで打ち比べ、わかりました、聞いてみたいと思います。はい、同じ 10.5 度です、ね、10.5 度、はい、これガチガチのガチやで、ガチンコ対決で、はい、ということで早速いって、はい、こっちから行きましょうかね。9から、はい、9行って芯すげーみたいになればピンも、はい、はいはいはい、こっちから行って、はい、お願いします。もうパラステレスになったから ね、おお、打ちやすい、はい、打ちやすいで、ちょい球低いけど、あ、来た、あ、飛んで、何歩ですか。233、キャリー213、早急にいいドライバーだ、はい、これやっぱ飛ばないですか、前作は。全然ピンは飛ばないけど曲がらないっていうのが評判だったもんね。あ、まあこいつはね、うん、ただ思ったより飛んだよ今。大丈夫、飛んだ、俺にしたら飛んだ。あ、ほんと、いや、ステルスでなんか250とか飛ばしてる和田さんからしたらさ、そういう時もあるんだ。俺ちょっとなんか意外といいな、うん、久しぶりのカーボンフェースじゃない感じで、うん、飛んでるね。ああ、でもさすがだね、足立さん、やっぱ何鹿俣さんばりにぶれない安定感。これはでもいいドライバーだ、もうちょっとしっかり当てたいな、ちょいヒールかな。おお、悪くない、ああ、ちょっとスラッタ、でも飛んでるよ。あ、同じぐらいじゃない、うん、いいじゃん、いいじゃん、いや、いいドライバーだ。じゃあちょっと見てみましょうか。はい、まずはボールスピード 58.5。 あ、遅い。あ、でも平均58ぐらい、うん、で打ち出し角は 13.7、 ちょっと低いのかな、ちょっと球低いかも俺、うん、俺でもスピンはでも2000ぐらいだからちょうどいいね、うん、そしてキャリーが213、207、214、211平均、うん、総距離はちょっと、まあでもこのスピン量が3000はいかずに、うん、これちょっとヒール気味で、うん、ちょっとスラったけどいいんじゃないですか、うん、案外良かった、いいドライバーです、はい、スタンダードです。10.5 だからかな、開いて見える、結構畑山はフェースの向きとかにね、あの敏感な方だからね。
それによって急に打てなくなる子だからね。なんか俺と打音が違うね。すげえ音してる。これよりいいよ、いい当たりしてると思う。いやすげえ使ってるよ。あ、ほんと？うん。3400回転も出ちゃったね。あのね、多分スピン多いと思う。お、いい当たりかな。どう感覚で、球高。感覚あんまり良くないかな。え、そう、うん、一瞬グニャって食いつかない？いや、なんか金属っぽい感じで好きくない、うん、飛距離的にはでもあんま飛んでないね。ああ、いいんじゃないですか。球高っ。これはいいと思う。ああ、飛んでる。うん、200?63球比較してみますか。ボールスピード、これ結構出てるんじゃないか。63、64、64、ハタにしたら出てる方。いや、まあ出てる方とか、まあ普通ぐらいかな。キャリー打ち出しが最初はちょっとね、若干ミスったんだよね、うん、結構打ち出し角もしっかりある。スピンはでもいつもの G6 ワットよりは多いね。多いね。2球目もいい当たりでしょ、うん、で2900だからちょっと出てるね。でキャリーがこんな感じか。230、226、239、246、うん、平均237。なるほど。まあこれはなんとも言えないね。そうだね。これで次の比較したときにどういう、まあ明確にね、飛距離伸びてるっていう噂だからね、うん、ピン史上最強の激飛びだか激初速だか、はい、どんなもんかね。じゃあ俺が430いきます。はい、じゃあ次430、はい、きます。シャフトサーキット一緒ね。シャフトは俺はあの410の時です、はい、俺的にはね、ガンダムっぽくて好き。見た目が好きになった。見た目好き。黄色っていうのがなんか若干俺はあんまり好きくないな。黄色ダサい。赤の方がなんかかっこよかった気がする。若干スキーの、あ、確かにね、スキーのウェアっぽいよね。なんかこっちの方がヘッドが3つと詰まってるでかいですよね。ね、音良くなったやっぱね、うん、あと打感がみちっと詰まりました、うん、あれあれ、あ、まあ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 、さっきちょっと落ちたかな、なんかね、あのヘッドがやっぱりスピンがあるな。結構ヘッドがね、でかくて帰ってきづらくなった感じする。あ、そう、うん、なんかバランス出たかな。いや、だからそのあれかな、なんだっけ、新重心になった、重心深くなってるのかな。そうなのかな。あと体積は変わらないでしょ、もちろん。さらに深くする。完全モメントどこまで上げていくお、音はいいんだよな、うん、いい当たりだと思う。あ、飛んでるわ。そう、まあ、まあいい当たりだと思う。214、233、さっきのいい当たりと同じぐらいだね、うん。2900、だいぶですね。アダスさんの安定感すごいね、最近やっぱ。シダ系意識してさ、フォームどうなってるか分からんけど。いや、フォームはね、意識してる割にキモい。あ、ほんと打率は上げてます、頑張って。あ、でも弾っちょっとスラってんね。なんか音で今スラったの分かった。本当、うん、あ、でもそうじゃない。こすった感じの。ああ。ちょっと。宴会。いい数字揃いましたね、三つ。ちょっと見ましょうか。58、59、59。あ、初速だ。すごい。同じだよ。初速59だからちょっと上がったんじゃない。うん、0.7。うん。で打ち出し角が
13.1、14.2、15.3、 14.2 最後やっぱ一番良かったよね、うん、平均 14.2 ちょっと上がったね。そうだね、スピンが、スピンがね増えちゃった、ね、あら3000、2900、3200、これ私的にはもうちょっと落としたよね。これ俺だと多すぎるね、うん、まあ俺のヘッドスピードどうなんだろう40ヘッドスピード41でもさ、うん、2500、600でいいよね多分ね、うん、女子とかだといいんじゃない、多分3000ぐらいないと球上がんないけど、いやでも今時やっぱ打ち出し角で上げるわけだからさ。そうか、キャリーが207、214、212、平均211、そして前回211です。全く一緒です。で、総距離が225、233、229。だからやっぱ3ヤード落ちたんだよね。まあここを見てもらうと分かります。落下角度、うん、がこっちの方が高いんだよって。球高く上がってるんだ ね。バックスピン入ってる分ね。うん、球が高く上がってでもキャリーは同じで。うん、最後のやつとかめっちゃいいじゃん、この比較数字。同じボールスピードでさ。本当だね、すごいね、うん、え、待って、これ落下角度まで同じじゃない、これ、こことここ。本当だ、すごいね、お前。ピークも同じだよ、1ヤードしか、総距離の1ヤードしか変わんないじゃん。すごいね、すごいわ、結論出たね、変わんねえ。待って、バックスピンも同じだよ。そんなことある？本当か？近いですか、僕は。あ、です。シダマシーン。シダマシーンにね、貸した。近いです。ちょっと次僕が行きます。ちょっともうちょっと人間味のある僕。ちょっとこれリアルなのかリアルじゃないのか逆にわからんぞ。じゃあ鳩谷の1球目。おー、良さそう。なんかしっかり。立ち上げ侍、立ち上げた、250ぐらい使ったり、飛んでるか、ちょっと引っ掛けた分飛んでるかも。結構上の方が気がするけど、スピンも結構入る、ね、スピン今なんぼ、あれ、なんかステレスとかさ、うん、あやつ上当たったらめっちゃ減るじゃん。そうだね、1900とかまで落ちるけど、うん、お、いい感じじゃない？お、球高っ！こんなもん？こんなもんじゃない？高さ。ジョイフェード、フェード？いいんじゃないですか？あ、スピン終わるね。うん、ああ、入るわ。飛距離は同じぐらい。はい、3球目お願いします。おお、あ、でも飛んでる、飛んでそう、うん、なんかグニャンのかな、シャフトが。いけますか、これ、どれだっけ、これか一番、あ、そうだね、あれ、なんかボールスピード上がったじゃん、上がっ66、64、65出る、平均 65.1 になった、あれ初速、63.8 だったから初速上がるのかも、もしかしたら本当に。なんで打ち出し角はあんま変わってない、 15.16.18。 スピンは、スピンはね逆に増えた、ちょびっと、まあ、最後ちょっと、まあ、誤差かかってるけど、そうは言ってもまあちょっと増えたのかもね、キャリーは247、お、241、234、いいじゃん、4ヤード増えてる、137だから、お、ちょっと増えたね、うんうん、総距離も3ヤード増えてる、うん、スピンが増えてるけど初速が出たおかげで多分キャリーと総距離が出た、確かにあれだね、飛ぶようになってるのか、なってるね、うん、これ3ヤードでかいよ、俺は、俺変わらないんだ、これさ全く一緒、でも俺も初速だけは上がってんだよね、うん、ちょっとあれね、シャフト次第でもうちょっとロースピンにしたら、ああそうかもね、意外とスピンが入るんで、うん、スピンお前の場合ね、ちょっと減らしたら、そうだね、もうちょい上がると思う、うん、だから430にして
で430にして良かったなって感じ、うん、今感じたのは何？打感はちょっと良くなったね。あ、打感良くなったね、うん、でまあ数字的にも若干良くなってる。うん、で俺的にはね430の方が完成モーメント感をさらに感じた、うん、ちょっとこうさ重くてべったり、はいはい、410に比べて、あ、ハタヤンはそれはあるかもね。あの平べったい塊、うん、ローグみたいな、昔のローグみたいな、うん、この平らなこういう動きが増えたね。そこから開いちゃうからそこから戻ってこないんだよ。あ、それから戻した時にグインと、なるほどね。はい、若干の進化を感じられたというか。そうだね。あとはかける価値ありますか。いやー、俺がね410使って430買わない。俺は買わないです。それならシャフトとかに金かけるかも、うん、ヘッドを買わずに、うん、あとこれはどうですかね、この結論は。スプーンが多い人はちょっとあんまりあれなんだよ、やっぱステルスとかさ。そうだね、いや そっちの方が全然。もともとスピンが少なくて球上がんない人とかはこれ使うといいかもしれない、うん、いるじゃんスピン少ない人って、うん、全然違うよね、いつもとね。うん、違う、はい、ということで参考になったらいいねボタンよろしくお願いします、はい、どうもありがとうございました。